え、そういうこと？え？積みました？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことであれか。そう、このスノーヘッドの神殿。え、ここをやっていきよったんやけどさ、今どういう状態やっけ？は。ちょっと待って。これプレッセントいかんのやっけ？あ、待って、ハート。ハート大事ね。違う違う違う。はい。え、でもこの音が鳴ったってことは多分進んだってことでいいよね。え？え？いいんすよね。進んだってことで。待って、どこから上に上がっていけばいいんだ？普通にここからでいいんかな。あれ、さっきのやつさ。あれ？これはさ、元がこういう状態じゃなかった？ああ！いや、進んだわけじゃないな。だってこれ、元がこういう状態やったよね。あ、これそっか、もう引っ込んどるけん。別の方から行かんといかんのか。そう、元側の状態で、私は伸ばしたんや、あそこを。いや、で、伸ばしたはいいんやけど、そこからどうしようかってなっとったんよね。ってこと、あ、そっか。なんか一番最初の時ってさ、これ正面じゃなくって、なんか右とか左とか、なんかどっちかに進みよったよね。あの、一番最初の入り口のところ。確かそうやった気がする。この正面入り口の部分って開いてなかったと思うよね。じゃあこっちか？あ、一応こっち側に出てこられたけど。あ、行ける場所は増えたね、これで。これ扉の色はなんか関係あるんかな？ここは行った。何？何の声？なんか声聞こえたよね、今。そこの扉は関係なかったんやったっけ？え、これって何？自分の声？ちょっといまいちよくわからないんだけども。いや、でもこれは、あれよな、上がれんやつよな。じゃあちょっともう一個向こうの扉に。ここは？ここ普通にリンクで行った方がいいんかな。は。あれ、ここってさ、なんかなかったっけ？あぶねー。あ、そっか、なんか両端にあった、あの、氷の息吐くやつ、全部やっつけたけん、あれか？もうあれは復活してくることはないってことなんか。こっちに出てきたけど。こっちに出てきたけど、ここはもう、行く場所がないな。ってことはこっちは違う。ここは今何階？え、今1階なの？結構上まで来たつもりやったんやけど。え、2、3階ぐらいまで来たつもりやったんやけど、1階？マジで？え？え？1階なんすか、ここ。あれなんやね、まだ、3階部分は行けてないところがあるんやな。地下1階、1階、2階は、全部屋行けとるけど、この全部屋行けとるのにさ、3階の行けてない部分があるっていうのはどういうことどういうことなんだろうか。
ちょっといまいちよくわからないんだけど。あ、いける、今なら。今ならいけるよ。溶けた。ほら、なんか来た。なんか来た、なんか来た。で、これね。危ない。落ちないで。あれ、小さな鍵よ。鍵付きドアを開く鍵、ここでしか使えない。待って、どこ？どこの鍵だい、これ。わからぬ。え？鍵がついたとことかなんか出てきた？これで？上がった。ん？上がったはいいんやけど。びっくりした。下がってった？あ、これで若干上に上がってきたんかな？今何階？今2階や。あ、もしかして、え？違うか。あ、3階で行けてない部屋があったんか。え、ってことは、でもこれ2階まで来たけん、こっから、なんか鍵使う部屋があるとかそういう、ことなのでは？え？違います？え？ちょっと待ってよ。一応あの画面にしとったら、時間経過してないよね。ちょっとね、魔法を。魔法を補充しておきまして。ほっ。どこだろうか。こっちは？ここも転がっていける感じかな？はぁ！やめてよ！どこだよ！違うんよ。これやろ？敵と戦ったとこやろ？いや、ちょっと待って。あと2時間じゃない？え、知らん。あと1時間かもしれん。待って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 。邪魔だよ！え？何これ？え？何それ？だるま落とし？そんなことができるの？え？とりあえず一旦落ちた方が早いか？またこっからだよ。あ、今からが最後の夜？ってこと？じゃあ、まあ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 。壁にぶつかりながらやったらゆっくりいける？あ、オッケーオッケー。あ、これでぶち抜けるやん、ここ。いやー。抜いてしまってよかったんかどうかは知らんけど。あ、これ？これやん。鍵のついた部屋。あと12時間あったよ。やったね。何あいつ、キモ、何怖いんですけど。痛い。待って、危険。待ってって。やだ、死なん、死にたくない。待ってって。とりあえずは、ちょ、待って。やめて。何体いるの？せっかくここまで来て死にたくないです。これでとりあえず、炎の矢か。はい。やっとなんか進んできたぞ。回復なんかあります？ねえ、なんか敵おる？え、何今の音。新しいとこに出たな。なんだ君ら。やめてよ。痛い。怖い。
え、はぐれ妖精出てきた。はぐれ妖精捕まえた。これで5人目。え、何？ 1 体につき1体出てくるの？はぐれ妖精めっちゃいいやん。なんか超お得な感じお得、お得っていう表現があったのかどうかわからんけど、今これどこなん？え？なんか4階に来たぞ。え、急激。え、これもボスのとこ行けるんやない？知らんけど。え、違う？え、もうボスのとこ行けるんやない？え、待って、これ。え？落ちたら終わり？セーブしとこ。セーブしとこ。よし、これで何度でも試せる。え、もしかしてこれあれかな？あれあれ。誠のメガネ。違う？あ、全然違うな。え？え、これジャンプして越えれる？この距離越えれるっけ？え、いけるかな？ちょ、一旦試そう。まあ、戻れるけんね。いや、無理無理無理。無理無理無理。え、これもしかしてさ、あれ？あの中央の部分さ、パンチで抜いたらいかんかったんやねん。え、そういうこと？え？積みました？待って、どうしたらいいのこれ。積んだ？積んだのか？待って、一旦ここ降りてみて。ここ何？ここなんかあったっけ？ちょっと通してね。そこの氷ってどうやったら復活する？え？ここ？なんかあそこ。なるほど。とりあえず一旦ここからあっちに飛んで、でもボス部屋の鍵は、持ってないよね、私。ボス部屋の鍵は、持って、ない。一旦あっちに飛んでからの、で、あの、デクバナジャンプで、デクバナジャンプでどうにかいけるか。飛べい！よし。オッケー。で、外して、え？さっきんとこどこやっけ？多分この下のとこやと思うんやけど、え、私は一体どこから来た？え、私は一体さっきどこから来た？ちょっと待って。え？わからん。まあ、試すしかないよね。デクナッツになります。で、デクナッツになって、はい。これで、ここかな？ここ多分行ってないと思う。よっ。んで、外して、これはパンチでできるやつかな？え？パンチで壊せたっけ？炎じゃないとダメ？ちょっと待って。は、あ、壊せた。一旦こっちの部屋入ろう。え？なるほど。やっつけんといかんのやね。またこいつやん。嫌なんやけど。私、あ、体力は万全。めちゃくちゃ万全。よしよし。で、多分ゴロンで行ったら、だいぶ登れねー。ゴロンで行ったら、スピードはない。スピ
ピードはないけど、だいぶ回数少なくは済むと思うよね。パワーがあるので。よしよしよし、何回ぐらいでいけたっけ。でも前回結構早かった。あ、もう次第2段階来たよ。これ走りよる途中で殴れんのか。へえ、怖い。うえー、やめてくれ。お前だ。あと何回ぐらいかな。あ、いけてない？いけた！よし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 。やっぱ一発の重みが違うね。オッケーオッケー。そこのちょっと欲しいな。そこのちょっと欲しいな。上上がれん？リンクにならんと無理か。え、なんもない。とりあえず、や、ハート。ハートも、ないな。で、確か、この、ね、隣、ん？そこは赤い、あかんのやね。こっちだけ？お、宝箱のとこに出た。これ扉かな？で、これが？やったー、ボス部屋の鍵ー。ダンジョンにそのボスの部屋へ入れるようになった。やったね。いける。いけるいける。てい。ボス部屋に行く前にさ、体力満タンにしたいんやけど、できんな。は。てい、違う。は。あ、できた。できた、できた。え、で、これで、え？あ、そっかそっかそっか。一旦降りて、で、またここから行けば、行けるんか。ここか。やめて、落ちないで。またここから行ってさ、あの、デクバナジャンプで、最後ボスのとこまで行けるやろ。怖いよー。あ、違う。あ、デクバナジャンプじゃなくって、デクバナジャンプのところの奥にあるんか。もうボスの部屋が。よっしゃ、ついにボスやん。手前でセーブしとこう。とりあえず、行くぜ！でい！お、落ちないで、フラフラする。とりあえずここ、破壊して。破壊して。セーブ！よし、行くぞ。やったー。時が戻ることなく行けそう。何あれ、馬？